浜松ジャーナル特集です。今月の特集は浜松歴史散策、息づく都市1300年のロマンと題してお送りします。今からおよそ1300年前、私たちが住むこの地域はどんな様子だったんでしょうか。今回はそんな古の時代に思いを馳せるロマンいっぱいの特集です。リポーターの竹内恵子です。玲子さん、これが何かわかりますか？これね、教科書に出てました。日本で最初の通貨、決めました。さすがですね。和同開珎といって、日本で最初に流通したとされる通貨です。この和同開珎が発行されたのが西暦708年、ちょうど1300年前と言われています。西暦710年には奈良に都が移され、平城京が誕生しました。そしてこの時代から国家としての機能や組織が整備され始め、この地域も遠江の国としてその役割を果たしていました。まずはこちらをご覧ください。今から千数百年前、日本は天皇を中心とした中央集権的な国家が形作られようとしていました。西暦701年には国家の基本となる法律、大法律令が制定され、それに基づく政治体制づくりが進められていきました。このような中、司法の有力者の組織化や行政機構の整備が図られました。律令制の下では、現在の北海道と沖縄を除く日本列島を5つの畿と7つの道に分け、それぞれの中に国が置かれ、その下に郡が置かれました。現在私たちがよく耳にする近畿や東海道もこの名残で、この辺りは東海道の中に置かれた遠江という国でした。遠江の国のエリアを現在の地図に重ね合わせると、おおむねご覧の通りです。遠江の国の下には13の郡が置かれました。これは現在の県と市のような関係であったと考えられています。さて、この地域は遠江の国という国だったということなんですが、竹内さん、当時の様子を伺い知ることができる遺跡の発掘が行われているそうですね。はい、そうなんです。13あった郡のうちの一つ、府知郡の郡役所跡と推察される遺跡が発掘されているんです。先日その様子を取材してきましたので、こちらをご覧ください。中区森田町の鳥居松遺跡調査発掘現場に来ています。こちらは数多くの埋蔵品が出土していて、全国的にも注目されています。今こちらはどういった調査が行われているんでしょうか。はい、こちら鳥居松遺跡では、伊庭遺跡から続く伊庭の大溝と言われるですね、幅20メートル深さ2メートルほどの川の跡を発掘調査しております。この遺跡が発掘されたきっかけというのは。そうですね、浜松市内にたくさんですね、昔の人が住んでいた跡というのがあるんですが、私ども職員が道路の工事をしたりとか、下水道工事をしたりとか、市の中を深く掘るような、そういったところに出向いていって、どんなところに遺跡があるのかということを調べていく、そういった地道な作業の中で見つかってきております。具体的にはどういったものが発見されたんですか。はい、こちらですね、川の跡ですから、昔の人がこの川に向かっていろいろ物を捨てるんですね。昔の人にとってはそれはゴミでも、我々にとってはそれは宝の山だということですね。で、こちらですね、奈良時代にはこの辺りの郡の役所があったんですけれども、その郡役所で使っていたものがたくさん発掘調査で出てくるということです。実際に見せていただくことはできますか。はい、結構ですよ。はい、ではご案内お願いします。はい、たくさん貝がありますよね。出土したものなんですね。いろいろなものが出土しているんですね。こちらはの川の跡から出てきている木で作ったいろいろな道具なんですが、はい、いろいろまじないの道具なんですね。まじない、これちょっと人の形をしてますけども、はい、こういったその人の形の中に自分たちの罪や汚れを塗り移らせて、でそれを川に流すという、そういった儀式をするんですね。よく見ますと顔が描いてあるのが分かりますか。本当だ、眉毛と目もありますよね。これ馬を表しているんですけども、はい、木で作った馬型ですね。
実際の馬を犠牲にすることもあるんですけども、このようにその木で作った片城で、その実際の馬を犠牲にすることに変えているということです。非常に綺麗な形で残っていますね。あとは字が書かれた木の札もあるんですが、大変綺麗な字が残っています。いやー、これがそれほど古いものだと思えないくらい本当に綺麗な状態のまま出土されたんですね。はい、1200年から1300年ぐらい前のものですね。こちらはお皿、お皿なんですけれども、奈良時代の人が使っていたお皿なんですが、お皿に一つ一つにこう字が書いているのは、はい、字とこう模様のような字に、そうですね、独特のトレードマークを持っているようなんですけれども、はい、稲という字に万という字に炉という字が書いてあって、はい、稲麻炉という人物。じゃあこのお皿はその稲麻炉さんに関係しているものが、ね、じゃあこちらから、まとまって使っていますので、はい、この稲麻炉という人物の本拠地だった可能性が浮上しています。はい、人物が分かるのは非常に稀なことですね。さて、スタジオには浜松市博物館の鈴木隆之さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。随分はっきりとした形でたくさんのものが出土しているんですね。はい、主に、古代の小川の跡から資料のあった場所に水があったということで、それが資料の埋まっていた状態として、非常に良いということになります。ちょっと不思議な感じがしますが、空気に触れてなかったっていうことなんですかね。はい、その空気に触れないっていうことが、特にですね、木管などが出ているんですけども、そういった木製品にとっては非常に良いっていうことに、なります。はい、で、遺跡自体は、弥生時代から、平安時代までの遺跡として、調査が進んでいるんですけども、特に奈良時代の遠江の国という国がありまして、その中の軍役所の一つとして非常に注目されている遺跡になります。はい、改めて国と軍、当時どういう関係にあったのか教えていただけますか。はい、簡単に言いますと、国と軍は今でいう、県と市のような関係であります。はい、でまた、両者は、中央政権、当時の都から見ると、税の関係の仕事も取り扱っていましたので、今でいう、国税局のような出先機関としての意味合いも色濃く残っています。はい、またそのような中でですね、県庁のような役割を果たす機関として国府というものが設置されています。この国府は現在の磐田市のあたりにあったと推定されていまして、中央政権、都から貴族が派遣されてその長として赴任されていました。はい、で国府の長が、中央からの貴族が派遣されたのに対しまして、軍役所の長には、地元の、有力者や豪族が、任命されています。随分制度として、ね、しっかりしたものだったんだなということが分かりますが、先ほどご紹介しました鳥居松遺跡、こちらの その住所があった軍役所のうちの一つということでいいわけですか。はい、発掘調査によりまして、たくさんの、木簡という資料と、あと木書土器というですね、資料が、出ています。で、これらの調査の結果から、府知郡という郡の郡役所の一つであると考えられています。うん、鈴木さん、この府知郡のエリアなんですが、今のどのあたりになるんでしょうか。はい、およそですね、浜名湖の東側から、天竜川にかけた地域の南側あたりに、なると推定されています。はい、そして、府知郡の郡役所の特徴として岩の尾溝というものが、出ているんですけども、これは岩遺跡の発掘調査でまず、最初に見つかりまして、で今回のですね、鳥居松遺跡というところの調査でもこの古代の小川の跡が、確認されています。そういったところから、2つの遺跡が、つながりまして、あと、発見されました、資料の内容からも、遺跡のその性格からも、一連の軍役所という、性格の遺跡であったということが確認されました。
はい、そうしますとこの鳥居松遺跡と伊庭遺跡同じ府知郡の軍役所の敷地内にあったつながったということなんですね。竹内さん、この伊庭遺跡からの出土品は現在でも伊庭遺跡資料館で見ることができるそうですね。そうなんです。すでに約30年前に調査は終了しているんですが、数多くの出土品や資料を見ることができます。先日鈴木さんにご案内いただきました。こちらをご覧ください。これが、墨書土器って言われる、墨で文字を書いた、ものになります。一番左端、布という字と汁という字で、その下に、厨房の厨という字が組み合わされた、文字が書かれています。府知郡の軍役所にある台所のことを指す、ものになります。真ん中のものになりますと氷の鍵取りという、文字が書かれています。軍役所の、倉庫の鍵の番をした人という意味になります。その他にですね、木簡という木の札に、墨などで文字が書かれた資料が出ています。こちらが非常に大きな木簡になりまして、文字がぎっしりと、書かれています。この文字からもやはり軍役所に関係している木簡だという言葉がたくさん出てくるわけですね。はい、はい、そうなります。当時の軍役人の仕事や庶民の暮らしはどのような様子だったんでしょうか。はい、一番、右端になりますが小刀というものになります。木簡、そちらを、形を用意したりとか、あともしですね、木簡の二字を書いているときに、失敗してしまった場合、こちらはあの小刀を使いまして削って、削った後の面を使って、文字を書くというような。なので、まあ、今でいう消しゴムのようなですね、役割を果たしていた、お役人さんの道具が一つ出てます。で、もう一つは、ベルト飾り。これはお役人さんの衣装の一部が、発見されています。で、左下こちらがですね、山菜灯芯といいまして、文字をお役人さんが書くときに腕が疲れてしまわないように、腕の下にこう当てがって使ったとされる、ものになります。こちらの台にあるものは、はい、こちらもですね、当時のお役人さんの持ち物の一つで、すずり、今でもお障子の時などに、使われるかと思うんですけども、はい、そのすずりが、発見されています。右下ですね、ちょっとちっちゃいものになるんですが、すずり用の水差し、こちらも、城山遺跡っていうところからですね、発見されています。庶民の暮らしぶりはどんな感じだったんでしょうか。はい、ガラスケースの手前にですね、当時の人々が、食べたものの食べかすが、展示してあります。例えば、まあ、桃の実とか貝殻ですね、木の実で、瓜の実というものが、発見されています。貝殻もいろいろな形がありますね。はい、そうですね。府知郡のことを詳しくご紹介してきたわけですが、鈴木さん、この浜松市域にはこの府知郡以外にもいくつか郡というものがあったわけですよね。はい、浜松市域とその周辺には、府知郡の他に浜名郡、稲佐郡、荒玉郡、永田郡や山名郡、山下郡、岩田郡といった、ところがあったと考えられています。それではこちらをご覧ください。府知郡の北東に位置し、現在の浜北区にあたる荒玉郡の地域からは、土器の破片や漁業に使われていたとみられる土でできた網の重りが発見されています。出土品が発見された新原地区の清水遺跡は、土器の特徴などから奈良時代のものと考えられています。これらの出土品は市民ミュージアム浜北の収蔵庫に大切に保管されています。市郡の東隣に位置していた永田郡の地域からは、奈良時代の溝城以降、家族や集落居住者の集団墓地とされる宝慶州公墓が発見されています。2003年から2004年にかけて発掘された大川町村東遺跡では、木簡が出土されました。見つかった木簡のパネルは浜松市博物館に常設展示されています。現在の北区稲田細江地区にあたる稲田郡、
弥生から中世紀までの複合遺跡とされる細江町の伊通遺跡からは、文明が墨で書かれた読書土器や役人が使っていたとされる硯などが発掘されたことから、古代の役所稲佐郡家があったと推察されます。出土品は北区細江町の姫街道と道卓の歴史民俗資料館に常設展示されています。それぞれに今に名残があるところばかりですね。はい、そうですね。少し補足して説明しますと、古代の、文献に和名類聚抄というですね、約1070年ほど前に、成立した、当時の百科事典のような、文献があるんですけども、その中にですね、実は、現在の地名とつながるような、様々な、地名の表記というものが、出てきます。新玉郡の区域内にあった地名として、赤佐という、表記の地名があります。これは現在の浜北区内にあります、赤佐という地名にあたります。うん、他にも、稲佐郡という郡の区域内に、宮古田という表記の地名が出てきます。他にも、伊庭遺跡出土の木簡に浜津、これは、浜辺にあった港という、意味合いを指すものなんですが、現在の浜松という地名につながりまして、その名称の由来を知る上で貴重な資料になっています。はい、もう一つ補足しますと、現在の奈良にあった都に藤原京という、都があります。はい、これは694年に造営されているんですけれども、この都も実は、発掘調査がされていまして、その調査の中の出てきた資料としまして、新玉の氷という文字が書かれた木簡が実は発見されています。新玉という浜松の地名が県外の遺跡の中で確認された例もあります。はい、地名というのは、ね、非常に私たちにとって身近なものだと思うんですが、1000年以上も、ね、前の資料からそういうものが分かったり、あるいは当時の都の奈良でも確認されたりということで、やっぱりロマンを感じますよね。そうですね。はい、浜松市博物館の鈴木孝之さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、いろいろと興味深いお話を伺ってきましたが、竹内さん、今回の取材を通してどんなふうに感じられましたか？そうですね、教科書の中だけだと思っていた大宝律令や奈良時代のことがとても身近に感じられました。そうですね。今日ご紹介できたのはほんの一部ということになるわけですが、この番組をご覧になって、わあ、面白いと、ね、興味を持っていただけましたら、ぜひ博物館、資料館にお出かけくださいね。もっともっと新しい発見があるかもしれません。さあ、それではここで浜松市博物館からのお知らせです。浜松市博物館では、6月14日と7月12日の土曜日には、夕暮れミュージアムを行います。いつもと違う夜の博物館で探検気分をご体感ください。6月15日の日曜日、展示ホールでしじみの森コンサートを行います。懐かしいハーモニカの音色をどうぞお楽しみください。6月28日と29日の土曜日曜にはレプリカを作ってみようを行います。古代の石のナイフや土器片を紙粘土で作ります。親子揃ってお楽しみください。6月28日の土曜日から7月6日の日曜日まで、七夕飾りを作って飾ろうを行います。館内の材料で自由に飾りを作って笹だけに飾ってください。7月12日と13日の土曜日曜には、怪獣の町のジオラマを作ってみようを行います。親子でお気軽にご参加ください。